こんにちは、パスガードフィットの仕上げアマゾン大輔です。今日はサイドポジションからの十字を紹介します。この技、一番難しい技の一つだと思ってるんですけど、まず、サイドポジション入った時に、肩が抱いてますね。で、この肩を起こして、寝返り打たせましょう。ある程度しっかり起こすのがポイントになってきます。そしたら右の膝をできたらお腹につかずにちょっと距離空けとくといいです。こんな感じですね。そうで、まあ、これも理由があるんですけど、この状態作ったら左足を立てます。できたらこの腕を超えた位置に足裏があるようにしてください。で、残った右足を回しながらまずここにつけます。で、つけたらこちらの左足を相手の背中に合わせて足裏を、これは相手がこう背中こうやってつかないようにするためにします。なので起こしたらこうです。そうすると骨格入ってるので落ちないんですよ。そしたらこっちにターンします。ターンしたらこっちの手をこうやって腕にこうやって依存したこうくっついた状態にしちゃうと、相手これ倒れるとシュッて抜いてくるときですよ。こっち側に指をして、なので必ず相手がこの状態作ったらこうじゃなくてここで自分の腕を持って、この二の腕にチョークスリッパーするようにして合わせます。で、こちらの手は直接こうやって持たない方がいいですね。持たずに手首のラインで押さえるとタイトになります。で、このままお尻をつけるようにしましょう。で、つけると、このまま膝を締めてこの腕をスライドしてフィニッシュ取るようにしてください。まあ、これの理由ってどういうことかっていうと、この状態からまず起こして隙間を空けることによって回転しやすくなります。この膝を支点にこういう動きを作ることができるんですけど、この膝が相手のお腹についていると、摩擦面が生まれてしまうので回転ができないんですよね。だから起こした時は必ずここ隙間を空けるようにしてください。で、同時に、足つま先をここにつけて、で、足裏をこっちつけた時に、もし仮にこの足の裏が流れの中でここら辺しかつけなかった時に、これをチョークスリッパを手の状態にしてると、このままこれを引っ張り出してちょっとこう帳尻が合うんですよね。要は浅くてもしっかり決めることができるんですよ。なので柔道十字ってこういう状態になってる分ちょっと不十分なんですよね。それをちょっとこう補うことができます。この膝の分の、緩い分を引っ張り出すことによってタイトにすることができるので、このようにします。で、大体これを回転するっていうのは重要になってきて、まあ今の段階である程度こう1、2、3っていう感じで出来上がってきたら回転して取ることをお勧めします。この場合は膝を支点にして手で押さえてぐるっと回りながらこういうふうにすぐ切ってあります。なので、いわばこの腕にこう巻きつくようにして行くので体重は相手にこうかかった状態が好ましいですね。それも含めた上で手で頭を押さえてこれをきっかけにして回って次にこっちに切り替えて締める、でスライドして決めるとしっかり決めることができるので、例えば相手が持ってきてクラッチしてきたら体をずらしてもう一回こっちくらつるくっとこでも普通の本十字みたいなできます。その上に足を組んで、であとは手首にアプローチかけると切れます。なので、もしクラッチしてきたら本十字に変えてやるといいと思いますので、よろしければお近くの道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。